はい、こんにちは、レトスノーノです。8月26日の3問に入っていきます。A が B に対して100万円の金銭債権を有し、B が A に対して100万円の同種の債権を有する場合について、A の債権が時効によって消滅した場合、A は B に対して相殺をすることができない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、×ですね。相殺することができる場合もあります。なので、誤りです。時効によって消滅した債権であっても、時効の完成前に相殺適場であれば、債権者は相殺することができるんですね。まあ、このあたりは基本事項なんですけれども、丸暗記の方が多いです。しっかり理解しておかないと、本試験の応用問題で失点してしまいますので、しっかり理解しておきましょう。で、受講者様、個別指導の受講者さんは、テキストの P74 ページ、ご覧ください。このページに、考え方が、載ってますので、その考え方をちゃんと頭に入れていただければと思います。理解学習が合格への道です。しっかり理解しておきましょう。で、問2ですね。A が借金の返済に充てるため、自己所有の宅地を10区画に区画割りして、不特定多数のものに反復継続して売却する場合、A は免許を受ける必要はない、丸か×かという問題です。これは、×ですね。免許を受ける必要があります。A は宅地を不特定多数のものに反復継続して売却をしています。これは宅地建物取引業を行っているってことですよね。よって、A は免許が必要です。今回の問題文にある借金の返済に充てるためという目的、これについては何の関係もないんですね。目的は関係なくて、宅建業を行っていれば目的に関係なく免許が必要なんですね。免許が必要かどうかの問題については、まあ、どんな引っ掛け問題が出たとしても解けるようにしましょう。そのためには解き方、これをですね、理解する必要があります。解き方を覚える必要があります。その解き方については個別指導でお伝えいたします。で、問3ですね。相続により農地を取得する場合、農地法3条1項の許可を要しないが、相続人に該当しないものに対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない、丸か×かという問題です。答えは、これ×ですね。前半部分は正しいんですけど、後半部分が誤りです。相続とか包括遺贈、相続人に対する特定遺贈、これによって農地を取得する場合っていうのは3条許可不要です。一方で今回の問題は相続人以外のものへの特定遺贈なんですね。これは例外ではなくて原則通り3条許可が必要になってきます。この上記っていうのはこれ例外なんですね。一方で相続人以外のものへの特定遺贈っていうのは例外に該当しないため原則通り3条許可が必要だということになります。で、このあたりも理解してほしい部分なんですね。なので、個別指導では細かく解説いたします。しっかり理解学習を実践できれば実力上がりますので、理解学習を実践していきましょう。そして、今販売している予想模試は、実際個別指導や短期講座で教えているような解説をしています。理解学習ができていない方、予備校や通信講座、市販の過去問やテキストを丸暗記していて、理解できているか不安だという方、点数がまだ上がってこない方、こういった方はぜひ、弊社の予想模試で理解学習を体験してみてください。こうやって理解するのか、こういうことだったのか、新たな発見や理解、さらには頭の整理まで行います。試験まであまり時間ありませんので、今から真の実力をつけていきましょう。レトスの予想模試については、この動画の下の概要欄から内容をご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。今年絶対合格しましょう。